皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校6年生の算数、比例と比例の式についてお話しします。この比例というのは小学校5年生の時にも学習していました。比例って伴って変わる2つの量があった時、片方が2倍になったらもう片方も2倍、片方が3倍になったらもう片方も3倍、とこういう関係でしたね。まず1番でこのことを確認しておきましょう。1、水槽に水を入れた時の時間と水の深さを調べて表にしたと。これがその表ですね。時間が1分、2分、3分、4分、5分、6分まであって、水の深さ3センチ、6センチ、9センチ、12センチ、15センチ、18センチになっています。括弧1、時間が2倍になると、これ水の深さは何倍になっているでしょうか。表で確認しますね。まず1分の時3センチ、2倍の2分になると3センチが2倍の6分になります。他の部分も確認すると、時間が3分の時9センチ、2倍の6分になったら9センチがやはり2倍の18センチになっていますから、これ2倍になっています。で、時間が3倍になるとどうでしょう。水の深さ、じゃあまず1分の時3センチ、3分の時最初3センチだったのは9センチになっていますから3倍になっていますよね。じゃあ2分の時と6分の時比べてみますね。2分の時6センチだった、3倍の6分の時には 6×3 で18センチになっていますから、こちら時間が3倍になったら水の深さも3倍、こうなっています。ですから水の深さは時間に比例していると、こういうことが分かりました。さて次に移りますね。2番です。正方形の一辺の長さと周りの長さを表にしたと。これがその表です。ここでは文字を使っています。一辺の長さ x cm、 周りの長さ y cm と。で、一辺の長さが1から6センチまで書いてあって、周りの長さは最初4、あとは空欄になっています。括弧1、表を完成させなさいと、こうなっていますね。正方形って4つの角度全て90度で、辺の長さ同じ長さでしたね。全て辺は4つありますから、一辺の長さを4倍すれば周りの長さになります。ですから一辺が1センチの時には4倍して4センチ、一辺が2センチの時には4倍して2が8センチ、3センチだったら3×4×12センチとね。4センチだったら4×4×16センチが周りの長さ、一辺が5センチだったら5×4×20が周りの長さ、一辺が6センチだったら6×4×24センチが周りの長さということになります。この正方形の一辺の長さ x cm と周りの長さ y cm は比例しているかどうか、じゃあやってみましょう。2倍になったら共に2倍になっていればいいんですね。で、1センチが2センチになりましたと、一辺。周りの長さは4センチが8センチになりました。2倍になっていますよね。では、1センチが3センチになりました。4センチが3倍の12センチになっています。もう一つ他の部分。2センチが6センチになりました。周りの長さは8センチが3倍の8×3×24センチになっていますから、この正方形の x センチと周りの長さ y センチは比例していると、こうなります。この時の関係を文字 x を y、 これを使って表すことができます。これは、ね、一辺の長さを4倍したらこの周りの長さになったので、 y は x×4、このように表すことができます。この y は x×4、ね、y は x×決まった数として、なっているんですけど、教科書によっては
4×x 決まった数 ×x の順番になっているものもあります。どちらでも構いません。この x と y という文字を使って、この y は x× 決まった数の決まった数を求めるときには、 y の部分を x で割ってみてください、ね、例えば8と2、8÷2 は4、16÷4 は4、20÷5 は4、24÷6 は4と常にこの4が出てきます。 y の数字を x で割るとこの決まった数が出るので、これも覚えておきましょう。では次3番に行きます。ある自動車が走った距離 y km と使ったガソリン x リットルを表にしたと。ガソリンが x リットル、2リットル、4リットル、6リットル、8リットル、10リットル、こうなっています。その時の走った距離 y km は 18km、36km、6リットルの時は 54km、8リットルの時は 72km、そして10リットルが 90km と、このようになっています。括弧1、この表の x と y は比例していると。この関係を式で表せと。これ y イコール x かける決まった数で表すんですね。この y イコールで表すとき、先ほども言ったようにこの決まった数というのは y を x で割った数になります。では同じ数になるかもう一度確かめていきましょう、ね、y が 18x が2、18÷2 は9、他の部分4リットルで 36km、 36÷4 は9、54÷6 は9、72÷8 は9、90÷10 は9と必ず同じ数になりますよね、比例している場合。ですから式は y は x×9、 または y は 9×x、 このようになるわけです。今回は比例と比例の式についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。